山博のピカイチラジオさあ、えー、金曜日の夜になりました皆さんこんばんは山博ですこんばんは吉本新喜劇のすっちですこんばんはアナウンサーの古川恵子ですはい、えー、今宵もどうぞよろしくお願いいたします,しま,すまだまだ暑い日が続いておりますけど本当に10月ですよ、うん、ほんであの夜は寒いでしょう夜は寒い夜布団 分厚いの出そうかちょっとま迷ってあーわかるなそれな毛布は早いじゃないですか毛布は早いちょっとチクチクする薄いそのダウンケットみたいなのがあるんですね薄い羽毛布団までいかんほんまちょっとだけ軽いやつやろ綿軽いやつそれ私今までそれやってますそれとタオルケット置いてあるんですけどあそういえば羽毛布団の上に あの毛布をのせるのが本来の形だよっていうのを思い出してそうそうダウンケットの上に木のタオルケットを置いて重しにして、うん、寝たらまだちょっとましでしたあ<ー>あ<ー>いいですね、はい、うんうんうんそのぐらいの重しがちょうどいいかもしれないですよね難しいねな絶対分厚いの出したら熱いんですよ、うん、熱い、はい またけるやろ。寝てる時に毛ぬぐって言いますよね。え、毛ぬぐって言わない。毛ぬぐ。これ言わへんのかな。何をする時に毛ぬぐ。布団をね、こうくってやって、毛ぬぐ感じ。毛ぬぐ毛ぬぐってあんた毛ぬいでたからってようおかんに言われてたんですよ。そうですか。なんでテレビショッピングの番組で布団よく売ってますね。売ってますじゃないですか。一品出させてもらった時に。 いやこれやったら毛抜いで風邪ひくこともないって言った時に次で法政さんが「えっ何それ?」って言われて「<laughs> 毛の具って何?」って言っ <laughs> え毛の具って言いません?」みたいなんで周りの人がみんなきょとんとしたことがあって <laughs>、はい、僕は「あこの人たちがまあ たまたま言わない地域の人なのかなぐらいで、うん、なるほど。はい、でも全員やったんでしょ。はい、<laughs> 今なんですけど、<laughs> やっぱ言わないですか。はい,い。ケトバスとかですね。ええー、なんでケトバス。ケヌグっていうのはどっから来てんねやろうか。ケヌグ。K、うん、はやっぱケルやろうね。ケルやと思うんですよ。うん ぬぐまあぬぐですよね。ぬぐやろうな。なんとなくでもイメージできますね。いあのわかりやすい言葉ですね。えでも毛ぬぐって言われたらちょっクエスチョンマークの方がやっぱ強い急に言われたらね今の話の流れやったらぴったりやんって思うけど。でももうモーンのその商品の番組ではみんな拒否です。拒否。布団を毛ぬぐって言ってんのに言ってんのにいやもうみんなわかることやと思ってた。だからあの大阪人しか使わへん。 言言葉とかって,言ってたけどそれぞれぞの家庭に絶対ありますよ、ね、ありりまますすねだって親御さんが両方とも大阪とは限らないし、うんはい、ねいろんな言葉が入ってきてますからねプラスそこ独特のだから、あのー、リモコンもチャンネルって言うたり、うん、うちお父母ち,ち,ちょねちょね」って言ってたねちょねちょね」はまず無理じゃないですかそうですね、うん、でも「ちょねちょね」ぐらいもうずれてくれてりゃあ こんなもほかのとこで言うても伝わらへんなってわかるけど <laughs>、うん、なんとなくこう、うん、かすってるようなかるその家独特のってもしかしたら毛ぬぐがそれなのかもしれないすもそもそもそそもそっち家だけかな。スチ家だけなのかスっチのお母さんが育った町か村か、うんえー、地域の言葉だったかもしれないですよね。うんえー 言葉今すっと出てこないけど <laughs>、うん、僕なんか泉州ですから、うん、大阪弁とちょっとずつずれた単語とかあるんですよ。<ー>でそれはもういわゆるその僕は泉佐野ですけど泉州地域では普通にもう会話するんですけど<ー>大阪に出てきて就職してえ言わへんねやっていうのがありました、ね、えって何回て会ってたん初めてはい、はい。 気づくことですそのそこでがっつり一人が「それどういうこと、うん、いやこっちでは言わへんよぐらいまで関わってくれたらいいです言ってくれたらもう一発でもう理解もできるんですこっちも説明もできるんですけど、うん、割とスルーされるんですよ、うん、分からへんでもこれ指摘すんのもって相手も怖いですもんね。ひょっとしたら毛抜くっていうのが一般的な言い方かもって思うよね言、うん、う方はね。<laughs> はい だからもう謎なんです。多分毛ぬぐのね、ぬぐねぬぐお聞きの皆さんで毛ぬぐわかる方いらっしゃったら、はいうん、ぜひぜひどのあたりかね、かはい、エリアを教えていただけたら。めっちゃ普通に使ってましたよ。わ <laughs> かるね。だからその大阪弁のそのイントネーションもそれからまあ方言と言われる、えー、だから川辺の言葉から,、うん、だから先週弁から全部ちょっと違うでしょ、うん、あの。 タクシーかタクシーか僕はタクシーって言いますタクシーあ、そうですねタクシー自分で言うタクシーですねでもタクって言いませんあそれは言いますよ僕タクシーっていう時もあるしタクシーっていう時もあるし両方なんですけどまさに今週の擬音化月の出番で安瀬姉さんがタクシー読んだからって そろそろタクシー来るわ何度も何度もで僕がそれをちょっと突っ込んだんですねタクシーってそんな綺麗にされてる方がタクシーってみたいなほな次の2回目の舞台の時そこがもう頭に中にありすぎてセりフなんやなもう多分タクシーって言わなっていうのでタクシーって言うた後がもうボロボロでああスッチのせいやそんな全部。 いやでもタクシーっていう人おるなってこれが大阪弁はタクシーかもしれへんよタクシータクシー乗ってええやんか,か、うん、もうタクシー乗って帰りって言う人いるもんね商売柄アナウンサーやからタクシーって言うようになったのかもしれない共通語スイッチ入るときあるんでね、はい ね、僕はそういういことですよね,すよねだからあの身近にそういう方がいらっしゃったらすごいありがたい、はい、ありがたいねこれどっち答え言える人ね,、うん、そうですねまあ答えがないんですない,ないですで正解って多分ないんですよその人にとっての正解なんでそうですね、うん、だからちょっと今日は他局の話ですけど、はい、NHK の FM のドラマ、はい えー、もうまさに明日10月12日の夜10時からなんですよ、はい、全国放送なんですよ、はい、う全国放送で50分あるんですよ、はい、でも本格的なそういうラジオドラマっていうのは私初めてでしてえこれでやりましたやんか <laughs> いいやや、この番組でまあやりましたけど、金曜のの朝それはな、ほなまあな、あの金曜の朝、夫は私を求めるんのかね。本格的でしたよ。いや、申し訳なかった、でもね、はっきり言わせてもらうわ、NHKBK、大阪放送局行って、あのなんていうかな、その、録音スタジオっていうんですかね、やりましたけど。 本格的やわ。<laughs> <laughs> こんないつもはあわ言ってるスタジオで、なんかつるしのマイクが。何本あんのと、はあ,と、ね、あもう緊張感が違いますね。<ー>もうまず、えー、まあ違いますね。はい、<laughs> まあ申し訳ないですよ。はい、でまあの主演がメッセンジャー黒田さんで。ほ<ー> <laughs> 緊張感ないな。<laughs> い,やい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 や。これはだからあのー、ほら、えー、ブギウギで。 朝ドラで NHK、ねはい、知り合いができて、はいはい、でその時担当だった方がラジオドラマのプロデューサーをするということで黒田さん一回ラジオドラマやりませんかっていう話があったみたいなんですよ、うん、で「配、えーまあはい、役は誰誰?」って言って「隅田さん来てたわ」 アアジもア<ー>アアう,んうんうかまあ、い,いっぱいいるんですよまだ若手のこれから世に出てくるんやろうなという、うん、あの役者の卵のような人もいるし、はい、もうデビューしてる人もいるしって「はいでえー、大将のブルース」っていうタイトルなんですね。うん、それ大大将将ってののはお店居酒屋の大将で 頑固ででで偏屈で通ってるんですよ、はあ、客なんか別に来んでもええよっていう、まあ、黒田がやりやすいぴったりな役なんですけど、はあ、でそやけどもその黒田君が預かってる一人の若い男の子がいて、うん、これ誰かって言ったらこの世の中で一人だけ頭上がらんおっさんがおってその人の息子にちょっと。 面倒お前のとこで見たってくれって言われて預かってるんで、うんうん、半分渋々やけど逆らえないから,、うん、からその子が終わるとあの、まあ、いろんなことに長けた子で、えーまあ、ドラマ聞いてもらったら分かるんですけども、うん、お客さんが来るようになって、うん、で クロちゃんもどないしョうって葛藤してる時に、だからいつもにはない客への対応してる時に、一人、おーっつって来るわけですよ、息子のことを見ながら、見たいから、うまいことやってるか、ちゃんとやってるか言って、そのおやさんの役が僕なんですよ、頭の上がらん人、頭の上がらんって、親父っていう役柄なんですけど。おかる言て ああまあやめろ入ってるやないか店みたいな感じでもうべったべったの大阪の言葉なんですよ <laughs>、はい。でそのプロデューサーさんも,もう山宏さんのやりやすいようにやってくださいってもう自由にアレンジ加えてもらっていいですからっていつも喋ってる感じでってい,いつもこんな感じで喋ってないけどってでまあ大阪市ええわと思ってやらせてもらってでその放送がまあ明日なんですけどでも実際にアドリブ入れようと思うんですけど。 こういう言いい言方ってこれ僕だけの言い方かなとかちょっと荒っぽい言い方になったら千秋弁が混じってしまうので、うん、これ大阪の人が聞いてもわからない関西弁とか大阪弁やったら嫌やなとかんそんなもん無茶苦茶ない悩んだううんで、うん、だから台本もらってるから台本もな製本されてなきっちり。 閉じたやつちゃんと。閉じたやつで。表紙ついた。表紙が分厚。まあ、ちゃんと。ちゃんとしてるやつ。一回紙みたいな付いたやつ。え昔のね。台本ってやつ。今あんなテレビでもなかなかね、台本すりませんよね。ラジオドラマですからね。ああ、そうか。その台本をずっと一応読み込んだんですけど、その中のアドリブがなかなか難しいなと思って。まあ、やれるだけのことをやったんで、それ聞いてほしいと思うんですけど。もう一人スペシャルゲストがいたんですよ。 で、僕は、そう、黒田君は、僕はもう、えー、彼が推薦してくれたので、<う>配役につけてもらったんですけど。東野幸治さん。えー、スペシャルゲストで。ちゃちゃ入れやんか。ちゃちゃ入れやん。<laughs> ほんまに。その3人ろったな。<laughs> 揃い踏みになって。<laughs> はい、で、まあ、彼は、もう、本当に、分刻みやから。うん、ここの一時間だけやったら、大丈夫です。っていう。はーい。 それでスケジュールを組んでいくんですよ。N.H.K. のドラマってラジオでもめっちゃ時間かける感じなんですか。うん、えっとそうですね。その日で四時間かかけてます。<ー>本番前日はリハーサルで、うん、で東野さんはリハーサルこずに、うん、本番だけ。うん、しかも時間が限られている。限られてる。でカンテルのマルコポロリの方収録を終わったから <laughs> 来るからだいたい四時ぐらいになると。うん、で四時から一時間。うん でまあ、あの東雲君の場合は、セリフも短くしてくれてるん、ね、でお客さんの役なんですよ、はいで まあみんながもう待ち構えて他のパートの収録全部終えてるんですよ。もうだからあとは東野さんだけ。そう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 。で待ってよ言ったらほどなく来ましたわ帽子をいつものようにまぶかにかぶってわあって腰低く東野君です東野君ですよろしくお願いします東野君ですまあ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 とか言いながらみんなもう緊張感に包まれてやっぱ東野さんが来たってちょっと。 ムード変わってでそれは控え室での挨拶でそしたら「東山さんもう早速ですけどよろしいでしょうか?」って「はい、あもう全然全然」とか言いながらスタ、はい、ジオの方に入っていって、はい、で僕たちはその控え室にモニターがあるから「あ東山コー入っていったぞ」って言って「おあのヘッドホンつけたわ」って,って始まる始まる」ってみんな緊張感でっと見てたよ。

聞いてもらっ分からないけどものすごい簡単なセリフなんですよ。そうへえ。でこれボケかな間違ったのは。いらっしゃいませとりあえずビールぐらいのセリフってことでしょそうですね簡単さで言うと「そこかむ」みたいな。わざとやんなわざとやってみんなで控室で言ってほなもう今度はもう絶対にかまんとこっていう東野コーチがいるんですよ。だからもう ほんんまに棒読みなんですよ <laughs>、はあ、これもボケかなってみんなで言いながら「<laughs> そう寝ろてんねんでき,きっと」っあれ何やろなでもほんまに噛む時って、はあ、いやほんまちょっとしたことなんですけどもう戻らんぐらいグダグダグダってもそのうん、自分のくだりになる時あるんですよ。はあ、でも ななんやろうな全く意識せんとつら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 っともう,うもう噛む気配なしっていうか、うん、もうそんな日もあるんですよ。それは、えっと、もう自分で分かる分かります。あコンディションコンディションなのか何でしょうねメンタルなのか噛む時も何との分かるでしょう、うん、やっぱどっかでちょっと不安よぎったり、うん、別のもしこんなふうになってもったらどうしようとか、うん、あれ、うん その次何やったかなとかうん、うん、そんなんがヒャッとよぎってぐだぐだぐだっとなるんですかねはあだ変に気持ちがぐっと入ってる時の方がかむあるかもだから、うん、もしかしたら周りの人らあちょっと気合い入ってへんのかなって思われるかもしれないですけど、うん、逆逆ってなるほどね、まあ、言っても分かってもらえないけど、うんうん、でもふわっと抜けて、うん、なんか楽しくやってる時はもう 一切まない<ー>会長の時ありますよね、確かにね。だから、ちゃんと、ちゃんとし,しましょうって思いはったんですかね、みんな待ってはる。いや、そこが分からんのよ、<laughs> 分からないですよね、<laughs> あのだけは<で>、ほんまに分かるする方なのかって言ったら、しないんだろうなとか。と <laughs> か、もうそう読み取れるし、はいはい、で基本的に、なんかそういうところで。 ほんまにちゃんとしようって思わない人間じゃないですか。だから、別に、何が、何が本人の。じゃ、きっと狙いではないとは思うんですよ。<ー>ないとは思うんですけど、やっぱりちょっと。 独特なやっぱり空気感なんかなでついてすぐっていうのもあるし<ー>おもろかったですね<ー>だから「OK です」って言った2回目ももう多分これ以上言ったって一試合なと思ったのかもしれないですけどななかなかいい経験でしたね<ー><ー>確かにかむっていう話で今思ったけどナレーションなんかでも、はい、もう、はい、そこにポーンと入ってしまったらブラックボックスみたいなところにね「うん、なんで?」っていうぐらい。 言えなくなっちゃう時、はい、私最近静岡がダメで。<laughs> 静岡。静岡って別に言えるじゃないですか。どこがわかんの静岡。でも静岡県で一回噛んだんですよ。なぜか。もうそれ以来なんか。 変な力入って静岡地裁とか静岡県とかが一時期すごいそこに来たらめっちゃ緊張するっていうのはあ、普通やったらいいし<あ>今,今このリラックスした状態だったらてことないんですけど,なるほどニュース原稿で読もうと思ったら、まあ、ニュースは一種ちょっと独特な感じはありますけどね、はあはあ だからもう諦めて、うん、静岡って呼んだらまだ読みやすいから<ー>静岡って読むなって怒られてたんですけど若い頃は<ー>でももうここはあかん噛む方が怖いと思って<ー>静岡じゃなくて静岡っ,ちょっと逃げるるんねるなるほどねちょっと逃げるんですよ。 僕も「新喜劇」って言いにくくて「新喜劇」ってもうそこファってやろうって昔「新喜劇」って言ってましたけどようやくでさ「新喜劇」って言うようになっただもう言い倒すしかないんかなとかそうですね言い倒すしかないですよね静岡なるほどな僕の後輩が「手術」って言えないんですよね「手術」になっちゃう例えば医療ミスとかでさ シリアスんニュースやんかその時に「手術」って言ったらまだから俺もおい」っと読んで手術でいいよって言って手術なんすか手術やけど本当は手術やけどもどうしても余裕はね「手術ってくると「中二なんでその下が手術」って言ってダだめなんですか手術手術手術ってまた違う言葉になりますよねだから手術手術やったらまだね さっといいけばいいからもうどうしても言われへんだってもうお前手術でいいよって言って「分かりそう」って言うんやけど、うん、なんかプライドが許さへんねんな、うんと本番で「手術」「いやおあかん言うてるやん」って言って「いやそんなことないですもど,どの商売も一緒ですけどお芝居やったら多分手術を言えない、はい、もうなんかその人の言い回しが、うん、その 演じるところの人をやっとすればいいじゃないですかはい、はい、あでもお医者さん役やったらあんまりよよろしくないですよね <laughs> だ許されるのは物見さとくんだけですよ <laughs> あーい,いやーなるほどね手術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 ,手術初出場とかね出場だからその何でもそうですよね、えー、緊張感が全てなんじゃないですか。うん 普段の普段の読み方でいいからって言われてもその普段ができないという,う <laughs> 一遍間違えたら苦手意識とかねそうですね。はホノルルが言えなくってナレーションで <laughs> ハワイワイの中でタレントさんがあの旅行に行ったそのロケのナレーションつけるのにホノルルが言えないから何か。 それだけで三四十分かかったもの怒ってるやろな名乗るほどのもんではございませんが言えなかった時だった何回やっても名取るってえ、なんでこれみたいな名乗るほどのもんじゃございません名乗るほえ、みたいな余計あかんほう、あかんほういくでしょもう無理やそうなったらね難しいですねまあそんな緊張感の中初めて NHK の仕事で全国放送ですので皆さんの 明日の夜ですね。10時から。はい。サクッと聞いていただけたらありがたいな。まあ NBS ラジオもよろしくと言いながら。その部分の m b s ラジオはあのラジコでタイムフリーで聞いてください。はい。一応両方言うとごめんなさいね。はい。じゃあ番組行きましょうか。これだからクロちゃんクロちゃんの二人で m b s のラジオで。 言われへんもんかなって言ってくるから「ピカイチ」とかやったら「許してもらえるのちゃうかな」<laughs> よろしいしまあいいかみたいなすんません <laughs> でもせっかくですからねなかなかない3人のそういう姿そうですねプロの役者さんに囲まれてそうですねはい <laughs> どうなってんのか、はい、頑固親父をぜひ聞いてみてください。はい さあ各コーナー今日もございます。怒りの投稿街中モンスターハンターでは皆さんが街中で目撃したこれもですよね腹立たしい腹立た時もずっとね言えなかった僕なんかモンスターの報告をお待ちしております。 そして山本社交クラブやっぱ先週の内容は、はい、社内でもとても反響がありましたよ。日頃、まあ、最近あんまり聞いてる話聞いて言われなかったのに今回はすごかったですねって。ということは、はい、みんなやっぱ毎週聞いてくれてるんだな覚えてますか何やった3人、うん 三人やん。ああ、はい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 。ご夫婦。せや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 。えっと、えっと、一人入ってくる一人は、単独。単独さん。はい。さんが来る話。単独さん選びの話ね。ちと一緒仕事してたらいろんな言葉覚えて。いやいや。いや、そういうシーンの表現が少ないのにもかかわらず。すごいドキドキさせる。うん、そうなんですよ。なんなら、そのシーンなかったですからね。そこは飛ばしますと。 その具体的な描写がねなかったのにめっちゃドキドキしたまあでもロッシーニにはちゃんとあのクオカードに「1か月間多大なる貢献をいただきありがとうございました」ってお礼は言っときましたよ、はい、ぜひ今後ねあもうあさらに成長した姿を見せてくださるようにううういやでもすごい世界やわだから社内の反響もすごかったしすごかったすごかったっすねって<ー>ほんまにあるんですねそんなことすごいねはい そんな反響だった嬉しいね <laughs> 嬉しいですね遅い時間やなのに聞いてもらってありがとうございます今日はどんな話なのか皆さんの恋の話教えてくださいピカイチ価値観調査これでこれどやねんが最近できてませんので、はい、皆さんがこれど,やね,<あ>どうやねんと思うことをお寄せください私たち3人はどう思うかお答えいたします、うん、メッセージをご紹介した方には毛がふさふさのピカイチラジオオリジナル歯ブラシをプレゼントします山本社交クラブでドロッとしたメッセージをご紹介した方には山博さんの 直筆応援メッセージリクオカードをプレゼントしていますもちろん送ってこられると何かと困るという送ってこられると何かと困るという方は辞退希望と書いておいていただければお送りしませんのでご安心くださいメッセージの宛先はメールの方は y a m a m b s 1九7 9 c o m y a m a m b s 九1 7 9 c o m ファックスは大阪零六六八零九の九零九零。大阪零六六八零九の九零九零です。番組の公式 X. のアカウントはアットマーク山一一七九。公式 Facebook も見てみてください。皆さんのメッセージお待ちしております。山広のピカイチラジオは山広と吉本新喜劇のスッチーと。M. B. S. アナウンサー古川恵子で。 A. M. 一一七九、F. M. 九マル六の M. B. S. ラジオからお送りしています。怒りの投稿、街中モンスターハンター。モンスターペアレントにモンスターペイシェント、さらにはモンスターおばちゃんまで。現代の世の中にはさまざまなモンスターが出没しています。そこで、皆さんが街中で目撃した腹立たしい行動を取るモンスターたちを報告していただきます。赤石市の。 アジフライさんが見つけたモンスターです僕が見つけたモンスターは映画館にいました僕はたまに一人で映画館に行くんですがその日は15人ほどお客さんが入っていました真ん中より少し前の席を取りましたペチャクチャ喋っている人がいましたが本編が始まったら静かになるだろうと思っていましたいざ映画が始まると 後ろからおじさんのボソボソ喋る声がずっと聞こえてきました誰かと喋っている感じではないのですが何かずっとボソボソ言っています斜め後ろの席だったのでよくよく聞いてみるとなんと 字幕を全部声に出して喋っ,っていたのです,のです僕はこれはあかんと思ってすぐ前の空いているところに移動しました、うん、おじさん声に出したらあかんやろ自覚<や>なしなんかな <laughs>、ね、自覚ないのかな、うん、出ちゃってるんですかね出ちゃってるのかな、うん、出ちゃってるのかわからんよこれ、うん、<laughs> それもな いや絶対そうやと思うわ、うん、あの嫌がらせではないと思うんですよ、うんはいはい、ボソボソですからね、うん、嫌がらせだともうちょっとはっきり言うやん <laughs> <laughs> それこそ抑揚つけてねセ、うん、リフのように、うん、そうやなで なんかをこう呼んでる人、うん、電車の中とかの広告とか一人で呼んでるのにおっさん声出とんなっていう人いません<笑><笑>思わず声に出てその大きさはかなりちっちゃいですけど、えー、自分で呼んでるこう口から出てる声として出てる人いますもんんいますねあれ無意識ですねうん多分そうやわまあもうじゃ離れるしかないですねこちらがねうそうやねう って声出す、ね、<laughs> いやもうたまらんなそれ前が空いててよかったねそうですねでも自分が声出しちゃうと聞こえないですけどね映画の音がねそうやねうそれよりは目で追ってそっちがだから映像もあんまりちゃんと入ってないんじゃないですか <laughs> 字幕ばっかり見てるかも彩なそんな人でも 毎回そうやろうねうん、おそうですね癖だとしたら怒られてるやろうねう怒られてりゃ気にして直すんちゃいますでも無意識やもんうんだから <laughs> もう、うん、怒ってのかどうかだから 満員のの映画館行き怒られるかな混んでる時はねまあ僕は後ろ向いて言うてしまいましたけどね言うやろなそさんんなその声がうるさいねうるさいぞそれがもうだから二人でわやるやつはお前らがうるさい出ていけってやな続いて東京からいただきましたモテないピンクレンジャーさんが見つけたモンスターです 電車の隣のおじい席に小さいビニール袋を置いて席1つ埋めてましただから自分が座って横になんかちっちゃいビニール袋置いてはったんですね、はい、空いてるからいいけどと思っていたら次の駅でおじいはビニール袋を持って下車、うん、おじいが降りた後に座った女の子がキャッ席が濡れていました<ー>何なんでしょうこういうおじい自分が濡れるから持ってなかったんでしょうね。 後から座る人のことを考えへんのかい最悪やなそれもな <laughs> <laughs> なんで濡れてるか分からへんかったほんま嫌やろないやなそういうのが一番嫌やな一番嫌ですねんなんやねんもう, <laughs> もう公女両族に反しまくってるな <laughs> ちゃんとせーよタクシー乗った時にほ じゃないんですけどあれなんかこれ湿ってないそれも嫌やわ何回もこう手でえっ濡れてはないけど何やろなってこうわかります湿った感じやれマジで嫌やったなだから前の日酔っ払いがなんか漏らしてたらどうしようとか怖って匂うのもだからちょっとあの 手持つとかあるじゃないですか。浮かすんやろ。はい、それ。で、分かんすごい。筋力つくわ。ほんま、だからもう、右に車、曲がったら、あのドアの方にぐーって。俺、何にお金払ってんねやろ。すばらで。いや、でも、気になったと思うわ、ほんまに。もう。自分の。自分をれ。 でもほかぬらさんようにっていう感覚じゃないですか、うん、普通は,普通はそうですそうです、うん真 <laughs> 逆やな、ね、あと荷物をその奥で言うともう堂々と置いてるおばちゃんいんてない二つ占領して <laughs> 自分の横に荷物あのー、混み具合関係なくね関係なく、うん、でもまだ空いてたら分かるで、ね、うんうん 全部ほぼほぼ埋まってて、うん、次の駅で乗ってきてて、うん、あれっていう顔してであもう行ってんのかっていう感じでこう引き下がってるじゃないですか、ねうん、他の人は、うん、ちょっとどえ荷物どけようと思わへんのって言う人結構いるよ。いますね。うん 一旦自分とこ置いとけいのになっと。すぐ隣に置く人。わか京都は乗ってくんでと思いながら。逆です。僕は京都から乗るから。乗ってきたら。荷物。荷物置いてるから。多いです。すよね。絶対。結構いますね。一応京都出るまで待つけどな。お弁当も。お弁当もな。お弁当もあれな。京都出てな。ほんで、一回山科や。 で山城の町今度2回目のトンネル入るやんで出たら今度琵琶湖が広がるやんそこで開けりゃええやんか<笑><笑>そこまで指定されてもそこまでは考えなかったんでなんでそこで僕だけ違うの <laughs> 僕だけ C かいや,そこいや私らはもう大阪から乗ってだいぶ時間経ってるからはよ食べたい,いそうやけどそうやっ、ね、たらもう,、うん、もうささって食べてしもたら 味気ないや、そんなトンネルとかもあるのに。も<う>景色あんま楽しもうないな。もうささともうさ食べ終わったんでます。これからの季節絵で向こうのあの飛燕山とかな天気いいとき見えんねえん。<laughs> ね<え>もうちょっと時間置いたらなあの茨城山とかも今度見えてくる。で見見たらよろしいやんか。見ながらな <laughs>、うん、ベッド食べたらおいしいやん。だからそれはもう見て食べあったらよろしいやん。<laughs> んなので、うん、我々はもう本場にババババ,バッと食べたいんですよ。食べて琵琶湖見えたなぐらいでこう寝て。うん、そんないいないな。<laughs> <laughs> 味気ないやんか。我々味感じてるんですよ。ま <laughs> そういやまあねトンネル屋さと思うんだけど。<laughs> 食べ始めぐらいいいじゃないですかトンネルでもね。うん、まあそう。 なったっけ電車ね、うん、電車周りのことを見てください三木市のカリメロさんが見つけたモンスターです家の近くのパン屋さんで特別なセールをしていました、うん、メロンパンが半額になっていて、うん、めちゃくちゃテンションが上がって子供と買いに行きました、うんうん、メロンパン好きの娘は「明日朝から3個食べるからいっぱい買ってなー」と言いルンルンでしたが、うんうん パン屋さんに着いたらメロンパンがないんです<ら><え>店員さんにメロンパンはと聞いたら売り切れましたと言われました<ー>結局セールになっていない別のパンを2個買って帰りましたまだ昼の2時半やでと思い家に帰り娘とパンを食べました特別なセール屋根からいっぱい作らなあかんやんと思いました、うん、また焼いたんちゃうの夕方に向けて <laughs> 暑ね、うん そか残念やなちょうどないタイミングでねかわいいやメロンパンいっぱい食べるからな3個食べる3個ってつら<辛>一番食べたいやそういうち上がってね<ー>ただ昼の2時半うん<ー> パン屋さんはちょっと午前中かなセールやってるしねみんなセール分かってるから早めに行くよねそういう時ジ。そういう青年だから難波が心斎橋に夕方から開くパン屋はものすごい人気出た帰りね明日のパン買なるその時間から帰る仕事終わってから寄れるでしょ考えたなと思って。 でやっぱ通勤通学の人のために、そうですね。駅の近くのパン屋さんってやっぱ8時前、えー、6時台とかから空いてたりします,しね空いてますよね。みんなめっちゃパン好きですよね。周りパン好き多いんで、僕はまあ、はあ、ようわからないというか、食べますよ食べますけど、これは違うんですよ。女の人が好きなんですよ。パン好きですよね。一番公的ある。男の人はパンがそこまで好きっていう人は少ないと思います。はあ、僕もそうです。 えー、私は休みの日にちょっと遠くの好きなパン屋さん行って、うん、もうこれも欲しいこれも欲しいとあっという間にすぐ2,000円とか行ってびっくりすすることあります女の人はそうですよでもそれは、うん、例えばそのどこかちょっと離れたね、はい、郊外のパン屋さん有名らしいから行きたいって言われるんです奥さんと行く もんやったパンたくさん買って帰ろうってなそうそれ満たされんねやそれやったらもうええや何ぼでも連れていくやんか帰ってお昼に食べて明日の朝もあさっての朝も食べるただそこやねお昼ご飯がパンになるパねにそっか僕あかんねんそれおおか麺類とかね食べたいじゃないですか いやおいしいサンドイッチとかち <laughs> ちょっとちゃうねパンで一食終わるはちょっと嫌や、ね、僕も嫌なんですよ、えー、全然そこはもう違います、ね、本当に女子はパンが好きやないいですねお腹膨れるからパンと何かっていきたいんですけど、うん、そんなに食べれなくなるし他のものもちょっとねそこがねそこが違う、うん、この間な 久しぶりにドンクのな、うん、あのちっちゃいカヌレな、うん、うまいね<ー>ちっちゃいカヌレってまあそれな4 5センチあるやんか高さがじゃあに、ね、もうセンチ5ミリぐらいのち,ち,ちっちゃいやつやね一口サイズやね、うん、ちょっと硬いねカリッとしてる硬い部分がこうなるんですかねこなるんやな<ー>、うん、久しぶりに食べたらこれやっぱうまいな思ってうれ <laughs> しそうにしとるわ <laughs> 好きなんやっぱ <laughs> やっぱ好きだよな,な <laughs> 新幹線にこんなの乗ってた嫌やな <laughs> <laughs> うまいねんこれ言うて <laughs> <laughs> 新幹線だ。品川の駅でな、あのポールっていう京都にもあるパン屋さんな、うん、あのハード型のあの原始牌の、でかってい,かいやつ、それで新幹線だから、パーんとおったら、ものすごい音するんだよ。ん、ったいが、ぱーんって、<laughs> 周りの人が、あーって煮る、<laughs> それ、辛抱要請で割って食べてしまうんで、酒飲んでます、今日。きょう。<laughs> 皆さて今日の一曲ですけれども、えー、この方、えー、アメリカノースダコタ出身のもうルーツミュージシャンとしてすごいギター弾く人なんですけどダコタ・デイブ・ハルさんというアメリカ人これ日本に来た時にこ、ね、桜の木をバックに撮って、ね、今年の春にもうすぐ新日課で毎年験あるんですけど僕ちょっと今年はいけなかったんですけど今年のそ「ライブ・イン・ジャパン」というこのアルバムを、えー、アメリカで発売しまして。 えー、いろんな曲がまあ入ってるんですけどその中の1曲聴いてもらいたいと思いますあのザビエル大村さんの自宅に泊まったりなんかしてて<ー>そのマンションから見える淀川の風景を曲にしたんですねギターにしまして「<ー>えー、淀川グライド」っていうかだからたおやかなこう水の流れを多分表したかったやなと思うんですけど、うんえー、ダコタ・デイブ・ハルさんの、えー「淀川グライド」ギターの演奏を聴いてください。 山広のピカイチラジオ MBS ラジオからお送りしています山本社交クラブさあ行きますかでは参りましょう男性52歳既婚2人の子持ちの会社員ですという、はい、新井監督藤井コーチ頑張れさんでございますねはい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 、えー、広島のファンですね、まあ、そういうことですね 先日ミニバンの中古車を買いましたうん、うん、年式走行距離の割に非常に綺麗な内装で、はい、シートはレザーカバーコンパネは木目調のカバーをつけて、うん、前のオーナーはこの車を大切にしていたいい人だったんだなぁと毎日満足して運転しておりました、うん、遠出をしないのでナビを使うこともなかったのでそういえば自宅設定をしてないなぁと気づき設定しようとしたところ、うん 前のオーナーの自宅設定が残っていました全部削除してない、はい、普通するけどね、うん、愛知県の方でしたうん、うん、いつもの私だとだらしない中古屋シヤーさんだな消しとけよとそのまま自分で消すところなんですが、うん、この小理性の前のオーナーはどんな人なんだろう会えないにしてもどんなところに住んでいるんだろう と興味を持ってしまい、うん、有給を取ってその前のオーナーの自宅まで片道500キロのドライブに出かけてしまいました、えーえー、すごいな <laughs>、うん、えー、詳しくは申しませんが想像通りのおしゃれなオタクそっと拝見し満足して近所のビジネスホテルにチェックインして ホテルの近所の小料理屋さんに晩飯を食べに出かけました。<laughs> そこの女将がふっくらして、優しそうな芸能人で言えば、渡辺美里さんかキャシー中島さん。大体想像つき <laughs> ますね。<laughs> みたいな人で、こっちも長旅で疲れていたので、生ビール一杯で舌が回り、お客さん、どちらから広島です。 「今年は中日さんに痛い目あって往生してますわ」「いやいやうちが最下位ですやん」と世間話が進み、うん、私のことを根掘り葉掘り聞かれ、うん、だんだん「中学の学」のことまで話が進み「うんうん、もしかしたらまるくん?」と私の名前を告げられ<え>頭をフル回転させてようやく中学2年の時のクラスメイトだった岡本さんカッコり だと理解しましまた正直全く意識したことはありませんでした、うん、彼女はバツイチ子供一1人ですがもう社会人で現在は1人暮らしということで店は早めに閉めるからうちで昔話を魚に飲もうとなりその後はてんてん,てんも<ー>縁もゆかりもなかった同級生とそういうことになるのは想像以上に来るものがありました。うん 適切な言葉ではないかもしれないんですがやはり地元、うん、地産地消が一番だよねという感覚で <laughs> 地元の方が一番、うん、浮気という背徳感は全くありませんでした、うん、なんというか地球歴史の営みの一環的な感じだったと思います <laughs> 朝食をご馳走になり巨人にだけは優勝させたくないよねと盛り上がりましたが、うん 連絡先は公開しないまま別れました<ー>私も彼女の実家を知っているし彼女も私の実家を知っています大勢、うん、を重ねるにはちょっと生々しいので昨夜のことはワンナイトラブということにしました、うん、やっぱり朝起きたら昨夜の高揚感もなくなり もうあったらいけんよねと正直思いましたしかし全く後悔はしていませんああ、うん、それよりあの中古車の前のオーナーにこういう縁をいただいたことに感謝することしきりですそういう展開やったんですか前のオーナーとどうこうなんのかなって俺もやそう思ってたんよ、ね、いやだからこれ折りゃ行った時いや終わりって思ったら、うん、まさかのそこで。うん しかもそこで何か普通に恋に落ちてっていうんではなくて「えっ○○〇〇くん?」ってすごいねも <laughs> <や>しかしたら山本くんちゃうって言って「<ー>えなんでしてんの?」みたいないや <laughs> 何やろ「え前のオーナーのとこ行ってみたろうかな」っていうそのふっとした。 うんあ、うん、島から考えたら、うん、俺なんであの日あれ行ったんやろぐらいのことやと思うんですよ。うん、そうですね、うん、それにあんまりそこに例えばもちろんピンポンもできませんしね。うん 個人情報をね、そのまま見てきてるわけやから。来られた方はほんまびっくりするやん。ただ車見てびっくり。あれ帰ってきた。うするしやな。だからほんまちょっと遠くから見るだけやんか。そのために言ってみたら五百キロでしょう、片道。一泊の予定で行ってるし。なんかばったんでしょうね。引き寄せられるものだ。引き寄せられて。そんなもん中学二年の時のクラスメイトな。すごい。 い,ですね、いやワンナイトラブでよかったんちゃう,うん、うん、まあまあなんか完全に連絡先知らんとはいえお互い実感も分かってるし、ね、当時の名簿でも出してくりゃあもんねうね、んうんうん。今この感じで終わってりゃなんか不思議だね。あのあの時その 前のオーナーの住所がファッと出てきて行ったことでこうなってで済むけどこっからまた不なって、うん、なんかぐちゃぐちゃになってきたらあれが操作したのかみたいなちょっと怖い話にもなってくるじゃないですか <laughs> 前のオーナー悪者になってしまう、うんこれぐらいがちょうどええんちゃいますようまいねなんかそうで<え>そういう偶然がね な物語ですね作ろうと思ってもんか作れない物語ですよね。クラスメートで分かった瞬間二人でちょっと飲み明かそうよってなった時にそらもうしかもこれが何十年ぶりやと思うんですけど例えばこれが岡山で岡山の小料理屋やったとしましょう中古車の前のオーナーが岡山にいました。あ 行こうほんでこれリア入ったまるくんやったらここまでならないねそうやねでまあまあある話かもしれない隣やし愛知で行ってそりゃ燃えるわそう岡山関西飛ばして愛知ですからねすごいね行ってよかったやんかねええ思い出というかええ思い出ですよ車乗るたび思い出すねえ なかなかないんやでこんなん聞いてお前のほうなの残ってないかなって見てもダメですよほんでやたらといかなほんでまあ消すしね普通ね中古車屋さんがねうっかりねもう一度行きましょうか私47歳という女性の方でございますはい旦那とはもう15年ほどありませんそれはなぜか浮気をされても気持ちがなくなったからです で久しぶりにまた女を取り戻しました彼氏ができたのですその彼は私の初めてをあげた人<え>お付き合いしだして間もなく半年になります彼もまた奥さんとは何十年もないそうでお互い恥ずかしさもありながらですが盛り上がっておりますなんですが私それほど満足できていないんです私は焦らされるのが好きで 前意たっぷりめでなんなら前意だけで何回も登りたいのですが彼は直接的な方がいいと思っているようです優しいので気持ちいいとか痛くない大丈夫と何度も聞いてくれますしてほしいことがあったらどんどん,どん言ったらいいんやで全部やっちゃるからとまで言ってくれますが私は恥ずかしくてなかなか言えませんでもやるからには自分も楽しみたいので 私がしてほしいことを彼にして直間接的に伝わればいいかと試みています、うん、もう半年にもなるので少しずつこういうのがいいと言葉でも伝えていこうと思っているんですが、うん、もっとこうしてっていうと惹かれないか心配ですあそれは惹かれないんじゃないですかストレートに言った方がいいまあそれなでも最初のうん入り <で> <laughs> 入りって何今要,要は <laughs> 1回目ってこと 1> 1回目とかになんとなくもうそれっぽいこういう人ですよっていうの決まっちゃうじゃないですか 1>、うん、で1回目2回目3回目、うん、もう回を追うごとにもう言い出せないというか、うん、今更ちょっとただでさえ恥ずかしがりなんですよねむずいやろうなこれ。 じゃあもうこの番組のせいにしてくれていいからだからいわゆるそういう買取マックスさんのあれを知ったとそういうのをちょっと興味持ったと使ってみてくれへんっていう自分で準備するいや自分で準備するのもいいし2人で買いに行くのもいいしっそういうまあ新兵器武器予定にしたら相手の人も まずはそれ使ってくれるじゃないですか確かにそうやなもうこの番組のせいでいいですようん。あともう四十七なんでもうそんな恥ずかしがらんでも <laughs> ちょっとちょっと二十代じゃないしいやいつまでもう恥じらいはあるもんですよそうですかもうでもね言っていいのもうでもね<ー>やらへんからじゃないですか、うん そういう関係になってるんやったらねでもスッチーが言うように、うん、これね、もう何回かそういう重ねて、半年でしょう。って、うん、言い出したら、うん、びっていうのは、そのほうがなんか、そうですか、でも言わん限り変わりませんからね。だから武器 あ武器武器とりあえず武器を取り出してみる。じゃあその武器で演技を長くすることで、あこの人こんな感じねやと相手が気がつく。そうですね。うん確かにその自分がちょっとでもあの表れること若干ふわっとやってきた時に、もうすごく反応を見せる。ね。それいいでしょう。それやったら。そうするとれってなりますからね。だからなんかあたかもその男の人は自分が発見したかのように。

そんなあなたのために買取マックスさんからご提供いただいた大ヒット中の大人の武器小さなウーマナイザーことミクロナイザーリスナー3人の方にプレゼントいたしますはい。欲しいという方はなぜ必要なのか誰とどのように使うのかできるだけ詳しく書いてご応募ください10月の放送の中で私たち3人が厳正なる審査を行い当選者を決定いたします抽選ではなく 審査ね、中身で決めさせていただきますまだ間に合いますので欲しいという方はぜひこの機会にご応募くださいませお待ちしておりますお待ちしておりますまだ3週ほどあるかなそうですねはいはい。以上山本社交クラブでした山広のピカイチラジオ MBS ラジオからお送りしていますピカイチ勝ち勘調査これどやねはい こっち行こうかな、えー、松原市の丸の内山芽さんのどやねんです,あす診察が流通の開始から3ヶ月経ってかなり出回ってきましたね、うん、皆さんはどちらですか a 診察から使う b 急殺から使う、はい、c 別に考えていない、うんはい 私はまだ旧冊しか使えない自販機や生産機があるので新冊から先に使って旧冊はなるべく残すようにしています。はいはいはいというご意見でございます。はい、A 新冊から B 旧冊から、はい、C 別に考えてない。はい,せ,いせーの B。サニドミン全員そうやん。 んかまだ診察ほんまし置いてますただ当にいにだいぶ入れ替わってきてこの間診察の1,000円しかなかったのに診察使えない自販機でそれは確かにあって困りましたお前なそれ考えるとですけどちょっと残しとかなな救察ってなくなっていくじゃないですか診察ってこれからもどんどん来るまあキャッシュレスになっていくからその回数も減るんですけど 使う機会はまだあるけど旧札を普通に使うのってもう今だけなんだなって思うと使っときたいなって言ったら今聖徳太子の一万円札で買い物なんかしないじゃないですかもちろんあの頃は僕ちっちゃかったしあれですけどやっぱ当時のことを思い出したらねえその諭吉さんをとりあえず 一枚とととか置いいいこうとはは思,思わななそれんだってずっと置いてたら、ええ、ずっと近くにおるから、うん、そのうわすごいっていう感覚ないじゃないですか近くにずっといるので、ええ、これ前のやってんでって10年後20年後には言えるけど、はい、ずっと僕見ちゃってるから久しぶりに出てきてうわって言いたいたからなるほどね <laughs> <laughs> でも今のうちですよ使えるのは。 その感覚はちょっとなかったですけどね言われたらその通りやな診察なんか手元に置いときたくてねなんかまだ時々見たら嬉しい嬉しい確かにね嬉しいはありますねでも確かに使えないのもあるあるんですよだから本当に現実的に置いとかんとまだちょっと困るなと思って僕はちょっと置いときたいあるずっと古いやつ古いやつを置いとく1万円5千円一円1枚ずつ。 あもう時間やもっと喋れたかった。友達か。また来週。はい今日もどうもお疲れ様でした。本当にねあっという間の一時間。喋ってたらもう時間来たやね。もうだめな。子供見えもう塾行かないみたいな。もっと喋ってきたかったありましたね。キツイ残ってない。 やっぱり今日はコリオリアの女将と出会ったあのミニバンの中古車を手に入れた形はもし広島の一番ちょっと,と残りましたね。なんか何でもいいから理由,、うん、理由は何でもええからちょっとどっか出かけてみるっていうのは大事だなっていうのを今回のせ 話で思いいましたね何があるかかわんな誰と何と出会うかわかんないそれが例えば素敵な女性男性と素敵な女性男性と男性もあるでしょうけど恋に落ちるもあればそうじゃなくて素敵な人と出会う可能性もあるじゃないですか趣味でとかまあそうですね同性同士同じ趣味持ってる人でものすごい話の合う人と出会ったりとかね すごくなんか僕ちちっゃい範囲なんですよ例えばご飯、NGK で舞台終わって若手とどっか行くみたいなって飲みに行くとかなってもう裏ナンバーねっ店いっぱいありますからね2軒目ももうあの辺みそのとかでもあの辺じゃないですかでまあそっからやったら近いし 後輩も N 次元自転車置いてる <laughs> 自転<車>でまあそっからみんなった朝家から来たわけやから、はい、そんな離れてはないあ<ー>、ね、いや例えばそっからちょっと上本町行ってみるとかああもう上本町が遠いんや遠いんです <laughs> でもそれこそ、まあ、天満行ってみる もう普段と全然違う人たちやし。そうですね。うん。なんか、なんかあんのになーって。うん、それはほんま狭すぎるで。だから中学校の校区や。<laughs> もう中学生が自転車で。ほんまにそれ,それ。ほんまにそれ。あの、難波とか梅田出てくんの怖かった頃。ああ、そうそうそう。うん、ほんま狭い世界で、ね。狭い世界。 いいな車を運転すんねんから、まあ、車運転したはお酒飲まれへんしああ夜はな、うん、僕ね昼ね週に1回あのスタッフ2人と3人で「はいえー、今週はここ行こう」言うてランチああそういうのいいですねちょっと遠出すんのに堺とかねおおまあまあ行きますね梅だからそやね高槻とか はーでもそれいいかもしれんなおもろいんですよ結構、うん、でランチやったら、うん、お酒飲まれへんっていうのもならない,ない,ないしうん、うん、あそれいいかもなそのうち人山椒えてミキサーの山椒やんけけど大体、はい、いい店をチョイスしてくれるの山椒やん、ねはいまあ、であの毎週大体いい絶対ここって決めつけば嫌やから、うん、3軒ぐらいまあ持ってんねん彼彼手持ちの。はい で、こんなんもありますよあんなんもん、うん今週ここ行こうか」って行くねんけどたまたまえっとだから昨日やな僕ちょっとやらないかんことあって「おい今週行かれへんわ」って行かれへん」そうめっちゃがっかりしたいやそらがっかりするでしょそやけどこっちももういろんな仕事あるしあかん時は赤いお互い様でなそこの理解は いや、してくれねんで「あいいですよ全然全然」って言うねんけど「はいはあ、そらせよ。そらせよ。<laughs> 毎週あるもんがな,かなくなったいやまあまあそうやけど楽しそうやしほんでちょっと遠出してだかおかしない俺の車でしかも、うん、乗せて、うん、でああ行って食べてで帰ってきて、ねうまあ、もうほんまに運転手があるで行って、うん、たまたまあかんから今週だけちょっとごめんなって。 あ、全然、いいす、いいす、全然、全然。はあ、<laughs> いや、ちょっとため息は大きいな。確かに、それは大きいな、うん。うん。その大きさはあかんわ。<laughs> うん、もう、だから来週は何があっても、い <laughs> かなくはない。はい、行こうと思って。<laughs> すいやだからちょっとちょっと足伸ばすうん何でも理由いいと思うんですよねどんな理由はちょっとおかしかったけどまあちょっとねでもまあ自分から行動を起こしたことで出会いがあったわけですからねうんと思いますあともう一人のねこの2番目の人はい初めてだの人とまた付き合いだすうんでも満足していらっしゃらないそうですねちょっとやっぱりね いやほんまにそこだけ合わへんって人いっぱいおると思うああ<ー>、うん、なかなか言えないですよね言われへんし年、えー、を取れば取るほどもっとそれが貪欲になっていくというかお<ー>うんちょっとこっち寄りなんです人がもう年とともにぐーっとほお,お<ー>でその,その最初はレベル1ぐらいでよかったのがもう 1>, <お>1じゃ無理で3 4 5 もうマックスぐらい来てくれんとっていうなってきたら合会わんかったらもう無理でしょそこは大事なとこやからなこいつレベル3でマックスや思とんかみたいなはい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 何してねんこいつのいや俺そういう話をなもっとしたかったから時間になったからそうやなでもほんま大事なとこやからねまだ手順を間違えずに 相手にうまくこう伝える、うん、何かこう方法を考えましょう、うん、言うてもそこだけのつながりですもんねそうですね大事ですよねじらされるのが好きなんですよ <laughs> この女性はねこれは言わない無理やなじらしてほしいわなだってその「きつく来てほしいわ」は「 きつくカッときた時に反応でパーンと本番でも言いましたけどパーンと見せてあれみたいな、はい、向こうが気づきゃねそうです、ね、でも「じらしてほしいは」は、うん、向こうが来たらもう終わりじゃないですかそうやね、うん、一気に来るからねそういう人って多分「うん、待て!」って言っても聞かへんし「じ <laughs> らす」というの何の例えやそれ <laughs> 待って それはこっちが散らしてることになっちゃうしああ、そうですね、<う>うん、ほんまや <laughs> これは、やっぱり言った方がいいんじゃないんじゃいですもしかし,して。ししら<っ><あ>ワイト来た時にあかんまだあってあかん、うん、でもな、どうも文面から言ったらそういうタイプの女性でもないと思うわそ,うなんです、ね、それが、なんかこううん、そういう時にいろんなことを提案できたりね、こうしてほしい、ああしてほしい私、交渉かとか言える人だったらねうん。 言ってますもん、ね、本当はだから男の方が気付いてあげ,あげなあかんねんのけどね一生懸命口では言うてはるんですけどね言ってんねんけど <laughs>、うん、ちょっとなちょっと違うねんなあもう相手もええ年やね女の人もこれ47言うてはるからそれやっぱり気がつかなきゃダメですよ一番じらしてほしいっていう要望が <laughs>、うん、あのああ伝えにくい探しにくい、うんうん、例えばちょっとこう 歯を立ててみる違うかちょっとお尻パン叩いてみるあれちゃうなうんうん髪の毛グッと違うなじゃあもう逆にやさえ優しく違うなあいやね単独さんやってたんちゃうやってないやってないもうすぐ冷静やな単独さんやってたらもっともっと深い話を皆さんに提供できるそういうもんですかねなるほどな一番うん確かにね じゃあこれかの最後に来るんじゃないですか「じらしてみようか」って時間かかるじゃないですかその答えが出るまでにやってずーっとしてから「あちゃうなこんだけじらしてんのに反応良くないほんならじらしは違うか」やから難しいわ多分そのじら数も含めてやけど前期が少ないということを言いたいんやろうと思うのでうその若い子のようにもうさっさと次行こうとせずに。うん そこに時間をかけてくれたらいいんですけどね、うん、だから自分がされたいことを相手にしてますって言ってるけど、うんうん、それは相手には,は伝わらんわ伝わってないですよ、ね、んそれは伝わらんな、うん、むずいよな <laughs> やっぱ口で言うかな、うん、それやったらなちゃんと自分の思いというものを、うんうん、それが近道かもしれないですね、うん、むずいな じらしてほしいはどういうのがむずっ難しいな言うてまうと半減やったりしませんああそうやな口に出してなそうですねじらしてって言って「じゃあ」ってようなもんなんか盛り上がらないですよね難しいな確かに難しい部分ではあるけどねだから会う人って バチーンと覆って長く続くんちゃいますああ,そ,あそれは大きいでしょうね、うん、いちいち弱いでも、うん、でもまあそれって探して見つかるものでもないしね、うん、どうするもうちょっと話する <laughs> まあよかったら武器にまたご応募いただいてね <laughs> もう一軒行くやない <laughs> <laughs> まだ買えんのなんかさもう寂しいなあ言うて <laughs> もう帰ろうか。<laughs> もう短いの今日。うね、もう遅いしね。明日も早いしみたいな。そうだよね。うん。まだまたあの来週どうもありがとうございました。